こんにちは。こんにちは。こんにちは。やっほー。こんにちは。今日はちょっと昼配信、夕方配信です。めっちゃ雷やばくないですか？皆さん大丈夫かな？九州とかの方大丈夫かな？こんばんは。間違えた。こんにちはだった。雷落ちてた。大丈夫？心配。めっちゃでかかって怖くし光ってましたよね。こんにちは。ちょっと待ってね。あ、ショールームつけたら声出ちゃう。こんにちは。遊びに来た。ありがとう。よいしょ。よいしょ、できた。こんにちは。こんにちは。なんかめっちゃすごいでっかい規模のなんか台風みたいなんで、本当に気をつけてください。心配。こんにちは。こんにちは。台風ね、怖いよね。こんにちは。買い物行ってアイス食べてる。アイス食べたい。ね、明日の公演大丈夫かな？なんかでもニュースで見るに明日はまだ来てないみたいな感じなんだけど、どうなんだろう。明日どうなっちゃうのかな。明日来るのかな。なんか明日はまだ来てなくて20みたいな感じで書いてた。でもわかんない。台風って変わりますもんね。これから仕事頑張ってください。応援してるよ。明日危ない？やばいやん。20日がやばい？え？ 20 日ってめちゃくちゃいっぱいレッスンある日だ。こんにちは。ね、落ちてきそうで怖いよね。今千葉土砂降り。あ、そうなんだ。怖い。心配。新幹線の運行が減ってる。あ、そうなんだ。怖いね、めっちゃ。こんにちは。あ、今日 A2 回公演。あ、そうなんだ。プリンちゃんと千織さんの生誕祭。おお、頑張れ。こんにちは。頑張れ。プリンちゃんね、千織さんは頑張ってください。こんにちは。こんにちは。埼玉やばい。あ、そうなんだ。なんか千織さんにも頑張れって言ったみたいになっちゃった。こんにちは。同期じゃない、先輩、大先輩。こんにちは。あ、サイン式届いた、よかった。十数年に一度の台風。あ、そうなんだ。こんにちは。こんにちは。あ、本当だ。おテロップ出てない。おテロップ出てないぞ。おいで。できた。こんばんは。違う、こんにちはだ。出た？テロップ出てる？出てますか？なんかどうしてもさ、本当にごめんなさいなんですけど、ちょっと眉毛描いていいですか？ベランダ片付けといた方がいい。分かった。でも大丈夫、ベランダね、うち何も出してないんですよ、特に。そう、ちょっとね、なんか眉毛薄くあった今日。てかさ、うち急に思い出したんですけど、なんか前にね、テレビで眉毛描かずにね、テレビネモース出たことある。ネモースさんに出るときに、あの眉毛描かずに出ちゃったことあるんですよ。やばくないですか？収録終わってから、待って、うち今日眉毛描いてないって気づいた、終わりに。こんにちは。でも体力測定、そう、体力測定の時なんですよ。だからまあ学校っていう設定だし、まあいいかなみたいな。ちょっと一瞬ピンで。で、このピン可愛くないですか？めっちゃ立体的なんです。こんにちは。これ眉毛、これ描いてない、これ描いてない眉毛、今から描きます。描くっていうか塗るって感じ。これめっちゃ可愛いよね。ちょっと待っててね。これでっかい鏡で
なんかさ、もうなんかぬるやか、かくっていうかぬる、ぬるっていうのかな。お、ほら、ちょっと色がついた。こんにちは。あのね、まつげ、え、今再放送やってるの？え、すごっ、めっちゃタイムリーじゃん。そうなんだ。ほら、色がついたでしょ。うちさ、え、見て見て、鏡の光が、見て見て見て、鏡の光がすごい。よいしょ。ちょっと待ってね。明日配信何時くらい？明日はね、多分夜ですね。夜になっちゃう。そう、フランフランの鏡。でもこれぶっ壊れてるんですよ。ぶっ壊れてる。こんぐらい？眉毛ってむず。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？できた。ライトもうつかない。これね、壊れてるんですよ。ここのね、見て、ここ自分でくっつけた。あの、壊れたんで。そう、色はブラウン。そう。トゥーンじゃなくてトーン。前は美声理性っていう眉毛をずっと使ってた。永遠に。美声理性。読み方わかんないじゃんね、あれ。美声理性みたいな。ま、メイク用動画知ってる？こんにちは。昨日10キロ走ったらもう体力クタクタ。大丈夫？速度が遅い。あ、そうなんだ。速度？あ、そういうこと？構成？わかる。あ、3CE は持ってない。私 3CE でメイク道具買ったことないかも。ないかもしれない。鏡なら持ってたけど。こんにちは、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 こんにちは。明日敬老の日じゃないですか。で、だけど何にしようかなって考えてたら、なんかもう明日になってて、うわ、やっちゃったわって思って急いで注文したら間に合ったんですよ。だから明日届く、ちゃんとばあちゃん家に。よかった。そうなんですよ。こんにちは。緑のベストかい、ありがとう。今日は緑。なんかギリ間に合う。なんかね、12時より前だったら間に合った。そう、12時までは当日発送みたいな。 3CE のアイシャドウいい。あ、そうなんだ。買ってみよっかな。なんか可愛いよね、めっちゃ。あ、そうそう、四角いピンクの手鏡。そう、なんかさ、みやびさんだっけな、違ったっけ、あれ、みおんさんかな、昔なんかお下がりをくださって、みんなに椅子にめっちゃ並んでて、あの、それがあの、なんだっけ、椅子にすごいお下がりとかが並んでて、服とかその中で鏡があって、そう、みんな服もらってたんだけど、私その時ね、鏡もらったんですよ。かわいいこの鏡って思って。こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちは。そう、だからそれを使ってたんだけど、もうハゲちゃった。マニキュア、パステルカラーより、あ、そう、濃い色、私パステルカラー好きなんですけど、なんかこの色に惹かれてこの色にしました。本当はパステルカラーが好きです。そうそう、かわいい、ありがとう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。こんばんは言いがち。そう、こんばんはって言っちゃうんですよね。おだいりさん、配信でなんか食べるとき 3C、 どういうこと？食べるときに？キーちゃんが明日は16期ですって言ってたから同期公演。そう、キーちゃんは明日16期で、申し訳ないけどなってください。こんにちは。明日キーちゃんに16期になってもらいます。いや、それか、うちらが15期になっちゃう。そう、ネイルも長持ちしそう。そう、これなんかあんま、なんかデコレーションしてないから落ちなそうだし、しかも100均じゃないっていうのが大きい気がする。でも明日の衣装に合うかな。あ、まあ合うか、青だし。こんにちは。明日もこのままで行こうとしてます。ネイル変えないで。
このまま行こうと思う。僕の太陽だから黄色の方がいいかと思ったんですけど、黄色も一応あるんですけど、なんかそう、こんにちは、ネイルかわいい、ありがとう、明日の公演楽しみ、嬉しい。今コメント止まってた私。あ、戻った戻った。そうそうそう、あ、ちょうど仕事休憩、頑張ってね、応援してるよ。休憩、休憩じゃない、お仕事。宣言は持ちが違いますな。え、じゃあどうなんだろう、持つのかな。え、しかもなんか100均のだとまず最初ベースを塗って、その上に色付きを塗って、最後トップコートでやって、3段階あるんですけど、これはこれ1個だけ、これだけです。これだけを塗って硬化するだけで終わり。もうめっちゃ楽なの。3段階が1段階で済むっていう、楽なんですよ。なんかこれはウィークリージェルネイルってやつ、飾りつけなければね。ゆきりんさんの生誕以来かおりちゃん可愛すぎて久しぶりにお話し会と、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい嬉しい。1週間持つのか、でもそうだよね、ウィークリージェルだからどうなんだろう、なんか鏡みたい、ちょっと反射する感じがする、かわいい。髪型似合ってる、やった、今日は厳しい一日だけど遊びに来れてよかった。あ、君大丈夫ですか、大変なのかな、お仕事。あ、台風とか部屋見えそう去年の生誕って出した劇場行ってもいいですか。え、いいんですか、待ってます、やった、光沢光沢光沢と。ね、確かにそれを考えるとお得なんですよね。そうなんですよね。でも飾りとかもつけれるかな。ね、湿気すごいよね今日、めっちゃ髪の毛やばいもん。こんにちは、こんにちは。あとね、これ見てください、ちょっとさっきメールでね送ったんですけど、じゃん、なんでしょう、ちょっとメールの方はもう知ってると思うけど、これね、サホさんにもらったの。可愛くないですか。もうこれ今ちょっと中身出してるんですけど、何、なんかさ、箱捨てるのもったいないなって思って、可愛いから、なんかこれ一個一個にね、ちっちゃいバームクーヘンが入ってたんですよ。めっちゃ可愛くないですか。なんか箱入れられそうだよね。ね、なんかさ、しかもこれこうやって取り出し入れの一個ずつ、めっちゃ可愛くない、ほらほら。しかも一面一面に絵が描いてて違うんですよ、なんかめっちゃ可愛いって思ってる。でも何入れたらいいと思う、迷っちゃう。何、部屋に飾るタイプだけど、エンジョイハッピー、めっちゃ可愛いよねこれ。中身はあと1個だけ残ってます。あと1個なんだっけ、ローズ、フランボワーズ味、フランボワーズだけある。小物入れとかできて、テレビとかのとこに置いたら可愛いかも。なんか入れよう、何入れよう、紙ゴムとか、あ、ヘアゴム入れる、ヘアゴムとか、何、キャンドル、思い出、プリクラもいいかも。ピンとヘアゴム、何入れよう、迷う。アクセサリー、確かに。でもね、アクセサリーね、アクセサリー入れがすでにあってですね。そうなんですよ、だからなんかそれ以外でないか。小銭集めてたらこれに、小銭でも可愛いなって思って、今ずっとね、なんかキッチンに置いてるんですけど、部屋に置きたいなって思って、可愛いけん、めっちゃ可愛いし美味しかった。目薬持ってないんだけど目薬持ってない、輪ゴムやヘアゴム、確かに。アクセ何個持ってるんだろう、分かんない。あ、寝回しでぬいぐるみ持ってスタジオ駆けつけたの、可愛すぎ、ありがとう嬉しい。いや、なんかチーム B に LINE 来てさ、なんか今至急みたいな、なんかさ、最初ナーミンだっけ、みなみちゃんだっけな、どっちか忘れたんだけど、みなみちゃんかどっちかがなんか、今何してますかみたいな、チーム B ラインに来て、そんなことってめったにないんで、なんかチーム B ラインってやっぱ
なんお仕事の話とかばっかりですし、あんまり普通の話しないんですよ、基本ね。同期のとこなんか16期ラインは結構普通の話もしてたんだけど、あの先輩とかいらっしゃる普通の時はしないんですよ。今何してますかみたいな。スタンプが来たんだっけ、なんか忘れたけど、どうしたんだろうって思ってた直後にその連絡が入って、そう、おーって待って、こんにちは。でも行くしかないじゃないですか、だから行った。そう、めっちゃふっかる。え、そう、私しかもなんか普段メンバーに、私ふっかるだからいつでも誘ってくださいねみたいなこと結構言ってるんですよ。もうそんな言ってないけど、なんか今度遊ぼうとか言われたら、はい、いつでも遊べますみたいな、ふっかるなんでみたいな言ってるのに行かなかったらそれもダメだなって思ってそう、いつも言ってるし、しかもなんか企画だったら参加するべきかなって思って。こんにちは、有言実行。そう、あ、1300人 YouTube でありがとう。そしたらまさかの一番でしたなんか何もせずに身支度しないで出たからさ、めっちゃ早かった。そうなんですよ。かおりちゃんって星派？ SNS の DM 派ですか？あら、なんか星になっちゃってるな。かおりちゃん目元キラキラしてる。してる！今日ね、これ塗ってみた。新しいラメ。塗ってみたんだけど、あんま、ちょっとわかる。ふっかる女王って、嬉しくな。こんにちは。こんにちは。明日も塗ろっかな。じゃあちょっと明日も見えるか、なんか塗り方が難しくて。そう、こんにちは。新しいラーメンね。こんにちは。あと昨日数ミリだけ前髪切った。でも数ミリだから全然わかんないけど、めっちゃ数ミリ、なんか練習しててめっちゃなんかあの、なんだっけ、あれになった。僕は不重です。不重ですか。でもわかる、なんかさ、メンバーとかと話してても、約束は前日までに行ってほしいっていう子とかいるし、とか人それぞれなんだなって思う。そう、私結構その当日誘われても本当にお休みだったら全然行けちゃうんですよ。そう、1時間後とか言われてもすぐ行けるし、結構なんかすぐ行けちゃいますねそんな支度に時間かかんないからかもしれない。こんにちは。なんかすっぴんでも平気で外出れるんでそう、あ、準備時間かかるタイプの子もいる。いや、わかる、でもあると思う、人によってあると思う、準備の速さって。そう、私めっちゃ早いんですよ、多分。わかんないけど。そう、店長がかおちゃんかわいい、嬉しい、店長大好き店長ありがとうございます。今から富士山に登ろう。え、それは断るそれは断るわ、ちょっと持ってないもん、登山用具登山用具あるなら頑張るけど、買うとこから始まんとね。こんにちは。こんにちは。誘われても今日ちょっとって人かない。なんか昔はあった。なんかね、私学生の時より今の方がちゃん、なんて言うんだろう、なんか学生の時は今日めんどくさいな、言いたい、まあ、田舎だったからもあるかもしれないけど、結構あったけど、なんか今は なんでだろうね、なんか近いからかな、全てにおいて。それもあるし、なんか全部経験だなって思うっていうかさ、わかる、なんかさ、一回行ってみようかなみたいな、行ってみようかなっていうか、なんかそのあんまりさ、なんて言うんだろう、そのあんまり話したことない方とかだとしても、一回なんか行ってみたら仲良くなるかなとか、そういうなんか何でも経験って思って行こうって思うようになったかもしれない。そう、良き変化。そう、昔は結構めんどくさくて家から出たくなかったんですけど、そう、パリピな会は行かないですねそう、
そう、こんにちは、こんにちは。そう、でも、そんな感じになったか。そう、仲良くなれるじゃないですか、多分、わかんないけど。メンバーと仲良くなりたいなって思って。そう、なんでも経験だ。しっかりしてる、本当ですか。こんにちは、こんにちは。嬉しい。やった。こんにちは、こんにちは。しおりさんに二人で遊園地行こうってやったらどうする。まあ絶対行く。絶対行く。最近は居場所バレるから嘘つけない。あ、あれでしょ、ジェンリーだっけ。ジェンリー、ズンリーに似てない。ジェンリーとズンリーってめっちゃ似てる。ズンリーはスズハちゃんとユイリさんのコラボ、コラボじゃない、コンビ、コンビ名。誰かと位置共有してる。してないです、してない。なんか一回誘われたことあるんですけど、恥ずかしくて断りました。絶対嫌だって言って。嫌だ、だってまた家いるじゃんとか思われるじゃん。こんにちは、こんにちは。マチャリン、マチャリン家具首立ててるの。手伝おうか。そういうのもなんか、例えば今家具組み立ててるからちょっと来れないって言われて、もしお仕事がないならマジですぐ行けるタイプ。ふっかりすぎ。そう、なんか恥ずかしくないですか、あれ。なんか恥ずかしいじゃないですか、組み立てられる。いや私邪魔するかも、逆に邪魔になっちゃうかも、できなくて。だから行かない方がいい気がする、私の場合。そう、ゆいりんごはなぜゆいりんごなんだろう。なんて言うんだろう、ゆいりのりがりんごだからじゃない。すぐ既読する、すぐ既読するよ、すぐ既読って。もあんまりすぐするのもちょっと恥ずかしいから、まあ数分経ってから既読する。でもなんかめっちゃ見て、めっちゃ普通の内容だったらなんかちょっと経ってから返すけど、なんか質問、今知りたい質問とかだったらすぐ答え、すぐ見るかも。結構早い時はめっちゃ早い。こんにちは、こんにちは。ずっとやってる LINE の流れだったら、まあちょっとすぐやる、返さないけど、別に返したくないとかじゃなくて、なんかすぐすぎてなんか暇なのかなって思われちゃいそうでやだもん。こんにちは、こんにちは。ちょっと起きます。あ、フォローありがとう。今から16キライン動かしてみて。いやだよ、誰も反応なかったらめっちゃ恥ずかしいじゃん。最近いつ16キライン動いたかな。あ、でもちょっと前に動いたかも。8月ぐらいに動いた気がするな。こんにちは、こんにちは、こんにちは。かんちゃんかわいい、ありがとう。沼津見た、ありがとう、嬉しい、ありがとう。こんにちは。着こなしいいね。やった、ありがとう。うん、8月が最後かもしれない。うん、チーム B ラインは動いてる。なんか業務的なことで動いてます。業務的なことだけど、そう、業務的なこと以外で動いてないですね、基本。そう、こんにちは、こんにちは。なんか昔はなんか LINE で連絡が来ると全員が返信してたんですよ。なんか了解しました、了解しました、もう全員なんか十何人ぐらい、もう了解しました、了解しました、了解しましたみたいな感じだったけど、マネージャーさんがそれは返信いらないですよみたいになって、そっからはしてないです、みんな。そう。全員返信しちゃうから。そう、今何してますかって言えたら面白そう。絶対誘いって思うやん。そう、めっちゃ了解了解了解ってなっちゃう。前のチームのグループの LINE そのまま残ってる。残ってます、チーム4残ってる、まだあります。こんにちは、こんにちは。そうそう、ありますね。卒業メンバーも LINE 残ってる人いる。あ、全然
消してないですね、私全然そのまんま。別に卒業してもしなくても関係ない、分かんない、消されてるかもしれないけど自分からはなんかそのまま普通にいつも通りです。そう、あの大会とかはするけどね、各自グループは。でも個人のは全然持ってますよ。こんにちは。そう、グループは大会しちゃう。そう、一番 LINE してるのは紛れもなく山根すずはちゃんですなんかもう LINE っていうか何なんだろう、あれ LINE じゃないですね。なんかもうめっちゃもうずっと続いてる気がする。途切れてもまた自然と始まるんですよ。そうこんにちは、こんにちは。なんかそういう人っていないですか、一人は。なんかずっと続いてるなみたいな。そう、なんかもうなんかずっと続いてる。そう、いつから続いてるんだろう。もうずっとむしろ今はずっとしてるの鈴葉ちゃんぐらいかもしれない。普通は途中で切れちゃうからさ。こんにちは。そう、たわいもない話。あ、そうそう、途切れてても途切れたこと気にしない。そう、それ本当にそれ。こんにちは。そうだから、そうかも。こんにちは、こんにちは。そう、また新しい話題で始まったりする。本当に、でもずっとついてんの鈴葉ちゃんぐらいかも。あとは結構なんか気使っちゃうんですよ、こっちが。なんかもっと LINE 続けたくても、なんかもうやめとこうかなとか、この辺で切った方がいいかなとか考えちゃうけど、鈴葉ちゃんはそんなこと考えないので。私が考えないから普通にずっと続いてるわかる、この感じ。なんか気使うじゃないですか。でもそろそろもうちょっと続け、なんかまだ言いたいことあるけど、まあまあそろそろやめとこうかなみたいになるじゃないですか、普通。なんないのかな、なっちゃうんですよ私は。なんか気使っちゃうっていうか、それがないので、それがないからずっと続いてるんだと思う、逆に。はじめまして、はじめまして、はじめまして、こんにちは。同期でも年が近い人と仲良かったりするんですか。いや、意外とね、あんまり関係ないかも。年近いからこの子と仲いいっていうのはそんなないかもしれない。遠くても仲いい子は仲いいし、近くても仲いい子は仲いいって感じかも。そう、お気楽そう、お気楽に LINE してますね。そう、だからでもどうなんですかね、わかんない。なんかどこまでや、なんか LINE 嫌いな人もいるじゃないですか。そういうの考えると難しいんですよね。なんかわかる、嫌い、なんかめんどくさい人もいるじゃないですか。なんかよく見るじゃないですか、あるあるみたいな。なんかあと、この前なんかね、 TikTok で流れてきたんだけどね、なんかインスタグラムのストーリーに反応が来るのがうざいみたいなそうなのって思って、私いいなって思ったストーリーとか普通に何も考えずになんかハートスタンプとか送ってたんですよ。あれうざかったんだって思って、なんかいいねばっかしてくる人はうざいみたいな投稿が来て、そうなんだって思って、そっから控えてる私。私は逆にいいね来たらめっちゃ喜ぶタイプだから、いやの、そんな人もいる、やばい、私めっちゃ送っちゃったと思って、何も考えずに送っちゃって。そう、しかも私最初の時それ相手に通知行くって知らなくて、通知行くの知らなくて、大家さんのストーリーとかにもめっちゃいいねとかのスタンプ流してたんですよね通知行くんだと思って、そっからやめました。そうそう、やばくない？なんか大家さんのストーリーってすごい面白くて、面白いなって思うためになんか爆笑みたいなスタンプ送ってたらバレてたんですよ。わかるんだって思って、そうどうしよう、この後輩めっちゃ送ってくるやんって思われてたら、いや最悪だなって思って、本当にすいません。知らなかったんです、その時はまだインスタがよく分かんなくて。そうバレてたんだって思ってそう、私はでも来たら嬉しいですよ、だから皆さん送ってくださいやっほーやっほー。あ、それリアクションだ、リアクション、そうリアクション来たらめっちゃ嬉しい、来ない方が寂しい。こんにちは、こんにちは。
こんにちは。会社には送る。ありがとう。ありがとう。こんにちは、こんにちは。インスタよくわかんない。よく難しいよね、インスタ。本当に難しい。意味がわからない。この前なんてさ、なんか急にさ、見れなくなっちゃって、インスタが。どういうことって思って。そう。インスタ、また投稿しよう。何投稿しようかな。なんかしようと思ってたんだけど、おかしいな。そう。毎回いいねして、ありがとう。あ、そう、アップデート、そう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 。アップデートしたら分かんなくなっちゃう。かわいちゃんずっとインスタに悩んでる印象ある。わかる。ずっと悩んでる。ネイル投稿、これ合うかな、色に。なんか黒に見えますね、これパッと見。これネイビーなんですけど、黒にしか見えない。ネイビー、ネイビー。コンサートの振り入れは順調、順調なのかな。順調ですかね。微妙ですね今のところ。頑張ります。こんにちは、こんにちは。でも昨日もね、できた言い訳ネイピ。ツイッターは見れてるよ。ツイッターは見れてる。インスタもあるし、見れるから大丈夫だよ。全然全然。黒なのかもしれない。何の曲が難しい。やばい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 。ほにゃなら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 が難しいです。こんだけ言ったら大丈夫かな。ほにゃなら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 が難しいです。ほにゃなら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 。長さ関係ないから、もうあの長さとかじゃなくてもわからないようにほにゃならいっぱい言ってんの。そう、何曲出るの、何曲だろう。ちょっとまとめ、あとのね、私の恒例行事ノートにまとめるっていうのをやろうと思って。そう、いっちゃんは絶対まとめるんですよ。もう絶対にまとめたいの。うんうん。チームによって雰囲気違うと思うんですよ。チーム B の楽屋はおとなしい方ですか。チーム B の楽屋おとなしい、どう、おとなしい、おとなしいと思う。おとなし、おとなし、え、どうなんだろう。おとなしい、なんかメンバーの組み合わせによるかも。なんかそのよく喋ること、喋るメンバーさん、なんか仲良しのメンバーさんとかが揃ってたら結構その喋り声とか聞こえるけど、あんまり喋らない人が多かったし、そんなに声聞こえないかな。そんな感じ。隣の人とかの兼ね合いにもよりますね。兼ね合い。こんにちは、こんにちは。そう、組み合わせは大きいよね、でも。そう。ピオーネみたい、ピオーネみたい。ニューピオーネ。こんにちは。こんにちは。里港マホペおるそう。そうなのか、どこなんだろう。どうなんですかね。楽屋隣の人と話すか。そうだね、私はそうかも。私結構大人数だと喋れないんです。喋れないっていうか、あんま喋らないか。小人、何恋とかめっちゃ喋る。何恋とかめっちゃ喋るだけで2人しかいなかったわ。そう、大人数楽屋だとまあ近くの人とちょこっと喋ったりとかする程度だけど、何恋とかだとめっちゃ喋りますね。しかもなんかゲストさんも来てくれるじゃないですか。でゲストさんも楽屋途中から来てくれるんだけど、それも大体同期なんで結構喋りますね。そう、フォローしました、ありがとうございます。嬉しい、やった。可愛い曲やるの、うん、可愛い曲もあるし、かっこいい曲もあるし、いろんな曲あるよ、コンサート。何恋公演いいよね。いいよね、なんか好き。
仕事戻る頑張ってね。そう、同期4人の楽屋はね、嬉しい、なんか懐かしみが深い。そうそう、こんにちは。大人っぽい曲もね、あるかな、あると思う多分。僕たた好き、僕たた、うん、好きだよ。でもあんま一回しかやったことないな、僕たちとか。2019年ぐらいにやった。なんかめっちゃ覚えてるのが、僕たちは戦わないをするって知らなくて、その時で、なんか薬局に買い物に行ってたんですよ、途中まで。エコバッグ持って、で、今日は薬局行こうって思って、コンサート合間のなんか休みだったのかな、そのなんかでも休みで、振り入れがない日だったんですよ多分。何もなくて、その日薬局にのんのんと言ってた LINE が入って、なんか僕たちは戦わないやりますみたいな LINE が来て、当時マジかと思って、もう薬局行ってる暇ないわと思って、急いで帰って練習した。そう、振り入れがもう次の日にありますみたいな感じだったから、明日じゃんって思って、やばいって思って、もう薬局やめて、そして引き返したの、めっちゃ覚えてるで帰ってめっちゃ振り起こしした。そうそうなのね、薬局まで行けばよかったよね私なんかめっちゃ早く帰んないとって思ってすぐ帰ったの。そうで、無事できましたバーでももう踊れないな、戦わない、なんかさ、普通の曲だったら多分薬局行ってから帰って練習するんだけど、僕たちは戦わないわもう絶対ダメだって思って、絶対むずいやんって思ってそう、こんにちは。明日は僕隊がね、予習復習完了しました。昨日のうちに終わったの。本当は今日もやろうと思ったんだけど、終わったから今日はちょっとあのこの後コンサートもやる。そう、そう、そんだけやばかった。でも無事にできたよかった。チャンチャンチャラチャンチャララチャンチャンチャン、秘密のダイアリー、あー懐かしいね。ミワハリケン確かに薬局行っても数分なんですけど、あの気分がね、そう、気分がもう、気分が早く帰んないとって感じだったんで。吹きすさぶ風に、え、ちょっといつぶりだっけ僕たい、なんか緊張してきちゃった。こんにちは。練習はしたけど緊張してきちゃった。明日あるよね、なくなったりしないか不安だな。どうなんだろう、明日はまだ大丈夫なのかな。今練習する、今やっちゃう、今やっちゃうとか言って、でも多分大丈夫。あさってが弱い。母ちゃんワーオーで飛び降りる人、だから飛び降りない人、私ずっとサンセリにいるずっとサンセリーぜ。帰り気をつけて。分かった、ありがとう。緊張しちゃうけど、でも明日はね、同期いっぱいだしね、大丈夫だと思う。明日は大丈夫かな、心配だな。なんか楽しみなことがあるとね、心配になっちゃうよね。こんにちは、こんにちは。コンサートの練習配信は飽きまへんで飽きまへんで。こんにちは、こんにちは。そう、ほぼ16期。最近二つ結びよく見かけた。これ実は三つ編みなんですよ短くて全然見えないけど、実は三つ編みなんです。暑い、本当に暑い。ここ、こんにちは、こんにちは。髪切っちゃったからもう、でもちょっと伸ばしてるんですよ今、もうちょっとだけ伸ばしたくて。突然雨止んだ。本当に、本当によく見ると静香ちゃん、やだのび太さんのび太さん、明日頑張ろう、頑張る。窓じゃ開けたくなくてさ、雨降ってきそうじゃない、大丈夫かな、今止んでるのかな、ちょっとだけエアコンつけた。
こんにちは、こんにちは。そう、めっちゃジメジメしてる。四つ編み開けると降る。そうなんだよね、開けると降っちゃうからね。雨降ってんのかな。でも音しない気がする。岡山は生ぬるい風が吹いてる。あ、そうなんだ。岡山も台風来る？大丈夫かな。そしたらキャンセル待ち。あ、そうなんだ、嬉しい。ぜひ来てね。 DMM で見る、ありがとう。ちょっと降ってきた。あ、そうなんだ。四つ編み、上編み、あみさん、あみちゃん、あみちゃん。最近さ、めっちゃさ、なんかちゃんって呼んでねって言ってくださるってね、方とか多くて、なんかそれ前は絶対かたくなに呼べなかったんだけど、なんか割と呼べるようになってきたかも。あみちゃんとか、あとこの前服部さんと初めて話したんですけど、ゆうなちゃんって呼んでいいよって言ってもらったので呼びます。先輩だけどさ、いいかなって思っちゃったけど、でもお言葉に甘えちゃう。そう、嬉しい。初めてではないけど、ほぼ初めてお話しした。そう、ゆうなちゃんと。でもね、ゆうなちゃんはすごい、あの16期と仲いい子が多くて、よく16期の子でなんか、あ、ゆうなちゃんとか言ってるの聞くから、すごいなんか言いやすいっていうか、呼びやすい。なんかその流れで私も呼びやすい、急にっていうか、なんか呼びやすいなって思って。そう、仲良しな子が結構多いから嬉しい。私も仲良くなれて。あやかちゃんと仲良かったんだ。そう、すずはちゃんと仲いいって言ってた。そう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 、とか、あとキアラさんもキアちゃんって呼べるようになったし、最初はね、キアちゃんって呼んでねって前に言ってくれてたんだけど、呼べなくて、どうしてもキアラさんって言ってたんだけど、最近はマジで呼べるようになった。こんにちは、こんにちは。本当に呼べるようになった。あとあゆさんとかもあゆちゃんって呼べるようになったし、あと結構なんかもう抵抗なくちゃんって呼べるようになった。そう、本人目の前にしたら言えなそうな感じ。いや、そうなんだよね。こんにちは、こんにちは。かおちゃん呼びしてる後輩ってきょんちゃんぐらい。そう、きょんちゃん、あと佐藤しおりちゃんが呼んでくれてたんだけど、卒業しちゃったんだけど呼んでくれてた。そう、うん、ゆいりーさんはどうしてもちゃんって言っちゃう。なんかどうしてもちょっとなかなか呼べませんで、ついさんって言っちゃうのが落ち着くというか、そう、なんかやっぱあのなんか偉大っていうか、キャプテンのついなんかもう癖になっちゃってるんだと思う。私がすごくさんって言っちゃいますね今。そう同期さん付けよ、やばい呼びたいんだけど、ついなんかためらっちゃう。そう、ためらっちゃいます。そう、こんにちは、こんにちは。そう、16期はね、そうなんだと思う。いや、わかんない、言ってる子もいるかもしれないけど、なんかそう、ついさんってなっちゃうんでしょ、どうしても。そうかおちゃん高3の時、高3よつまり同い年ね。そうね、そうなんだけど、なんかそう、ここはもうなんか同い年っていうか、入った順って感じ。そう、くんづけ、どういうこと。こんにちは、こんにちは、こんにちは。なかなかさ、呼び方って変えるのめっちゃむずい。なんか自分はさ、後輩とかにちゃんって呼んでほしいって思うけど、自分は言えないから、すごい気持ちわかるっていうか、なんていうか難しい。なんかなかなかさんからちゃんに変えるの結構むずいなって思った。そう、こんにちは、こんにちは。難しいですね。エイトさんは先輩ですよ、2年くらい先輩です。そう、2014年だったから、エイトさん
ナナさんはナナさん呼びですよ。わかる？わかるよね。こんにちは、こんにちは。そう、エイトさんは先輩、あの後輩のエイトさんとかもいるけど、一期生さん、初期のエイトさんはみんな先輩ですよ。そう。そうそう、初見ありがとう。こんにちは。こんにちは。そうそう、うん、のびささんも、のだいりさんも先輩。あ、マチャリンはね、違うの。それはマチャリンが呼んでいいよってめっちゃ言ってくれたの。そう、タメ口でいいよって何回も言ってくれて、2年前とかはめっちゃ敬語混じりだったの、マチャリンに。でも今は慣れてきて、もうマチャリンって呼べるし、タメ口とかも使えるようになった。そう、やっと慣れて、だいぶもう呼べる。エイトさんで同い年の方めっちゃいますよ。あ、めっちゃじゃないけど、まずあやねちゃん、おだいりさん、あやねちゃん、おだいりさん、マリアさん、あれ3人いや違う、あれ3人おだいりさん、あやねちゃん、マリアさん、あ、ももかさん、ももかさん、あれ4人しかいないもっといるかと思った。こんにちは、こんにちは。あ、卒業されちゃったのか。卒業されちゃった方もいると、もうちょっといる、もうちょっといたっけ。そう、毛木かすみさんとか、あと広瀬なつきさんとか、あと他にもいらっしゃったかな。あ、そう、しおりさん、しおりさんとか、あとはこんにちは。あと誰だったろう、まだいらっしゃるかな。いそうでいない。そんな感じかな。あ、なおさんは同い年じゃないですね。そう、こんにちは、こんにちは。ももちゃんって呼んでない、ももさん、ももかさんって呼んでる。そう、ももかさんって。こんにちは、こんにちは。今日はゆっくり始めるけど、そう、今日は1時間やりたいなって思ってます。55分にランキングかな。そう、意外となんか同い年っていいですよね全然同い年じゃなくてもいいんですけど、なんか特別感があるっていうか、すごいいいですね。なんていうか、なんていうんだろう、いいよね。同い年って絶対に、なんだろう、なんかジェネレーションギャップとかないじゃないですか。だからそういうとこいいな。そう、こんにちは。同い年のアイドル多い。あ、そうなのかな、多いのかな、そうなのかな、多いか。もう意外、どうなんだ。地域のギャップはあるかも。あ、そう、話がさ、絶対なんかあれだよね、会うっていうか、なんか大体一緒のこと知ってるじゃないですか、多分わかんないけど。こんにちは、こんにちは、こんにちは。あと同い年だと絶対おばさんいじりされないからいいですよねこんにちは、こんにちは。だってみんな同い年だから絶対にされません。そうそうそうとか、あと何がいいんだろう。でも年上も年下もみんないいですよね何の話か。みんな好きですよ。そう、どの、あんま世代意識しないかもしれない、意外と。みんな違ってみんないいね。って言い方、食べるのも似てく、食べるもの似てく、どうなんだろう、どうなんだろうな。
みんな仲良し。あ、9月生写真黒石落ちました。ありがとう、嬉しい。生写真みんな、沖縄の皆さん津波に気をつけて、お気をつけてくださいね、台風とか。お疲れ様です、お疲れ様です。あ、動かしちゃった。そう、今回の生写真制服なんですよ。あれね、ちょっとオフショット撮ったかな、ちょっとあのなんだっけ、あとでまたなんだっけ、出ましたってお知らせするので、よかったらゲットしてください。確かに学生の時の話とかね、一緒の時代に同じ年だもん。仕事帰ってきてからシャワー浴びた。あ、お疲れ様でした。雨の中、雨降ってたのかな。なんか私の制服めっちゃ珍しいよね、あの制服あんま見たことなかったそうそう、ブレザー、ブレザーか、ブレザーみたいなやつ。そうね、私も初めて見た。なんかリアル、どっか本当にありそうだよな、ああいう制服の学校。こんにちは。風呂でサウナしてる、え、すごい、サウナ。岡山制服生産日本一じゃなかった。あ、そう、岡山ってなんか有名な学生服、観光学生服だっけ、トンボ学生服だっけ、どっちだっけがあるんです。観光かな。いや、自分で選んでないですね、あれは衣装さんが決めてくれます。じゃあこれってそうそう、そうな、4分だ。うん、お、制服図鑑持ってる、まゆさんのですよね、それ持ってる。朝ドラであった、あ、そうなんだ、ね、そう、ジーンズと制服が有名です。多分今の子ランドセルカラフル、確かにめっちゃカラフル。岡山って大都会なの、元エイト代表が言ってたけど、大都会なんですかね、普通だと思いますけどね。こんにちは。でも思ったより田舎でもないんですよ、意外と。なんていうか、都会ではないけど、そこまでみんなに言われるほど田舎でもないんですよ。なんか意外とない、不便するものはないし、そう、チャンネルも結構全部大体見れるし、店もあるし、そう、多分ネタです、ネタ。そう。なんか多分、大都会岡山ってネタがあるらしくて、多分それをみんな言ってるんだと思う。そう。実際、大都会ではないですね、マジで言うと。そう。そう、新幹線も止まりますからね。そう。ビンゴやってたよ、ただ2週間遅れでそういうとこに田舎感出てる。発売とかもね、次の日になったりする。岡山は雑誌の発売が1日遅れるのはあるか。こんにちは。そうそう、だからね、そう、テレ東も見れる、テレビ瀬戸内ってチャンネルです、テレ東は。で、8チャンネル、フジテレビが OHK かな。で、5チャンネル？ん？ 5 チャンネルがなんだっけ？ 5 チャンネル KSB だっけ？あれ？ちょっとわかんない。KSB？ 4チャンは、あれ？ RNC って東京だっけ？RNC って東京？ RNC が4ちゃんで岡山だったっけ？あれ？それとも RNC って東京だっけ？あ、聞いたことないよ。じゃあそれ岡山だ。RNC が4チャンネルだった気がする。あれ？ちょっと待って、これ嘘ついてたら本当にごめんね。私のかすかな記憶、6年前の記憶。が日テレ？そう、日テレ系だった気がする。6ちゃんは RSK だったと思う、多分。RSK、6ちゃん。東京だと6ちゃんなんて言うんだろう。
東京の六ちゃんは何？あ、TBS か。TBS か。なるほど。うん、そうそうそうだそうだそうだ。西日本が RNC。仙台だと TBC。あ、TBC 夏祭りってそれか。なんかやってましたよね、前。そう、そんな感じで、なんかあるんですよ。そう。あ、なう、ありがとう。時間になっちゃったよ。なんか面白いよね。なんかこっちはさ、普通のニュースしてる時も、岡山になるとなんかローカルニュースになってるみたいな時ある。ローカルニュースになってるっていう時ある。あ、ねえ、みんなに聞きたいことがあるんですけど、あのめっちゃ個人的な質問なんですけど、昨日からなんですけど DMM が見れなくなっちゃったんですよ。なんか私リバイバルオンデマンドの会員なんですけど、これ自分で入ってるんですよ私なんかほら見て、このリバイバル、あれリバイバルのページしかなくなっちゃったの。ほら、リバイバルしかなくなって横にいつものが消えちゃったんですよ。なんでですか？カードが落ちなかった。あ、そうかも、それだ。更新してないんだ多分。ありがとう。めちゃくちゃ心当たりしかない心当たりしかないです、それだ。あー、よかった、引き落とされてないんだ絶対。そうだ、更新してないわこれのやつ。あー、よかった。ちょっと急いで、あのどうにかするめっちゃ即解決。そうじゃん。確かに自動更新じゃないのかな。どうなんだろう。何？うん、なんか難しい。私もそれで一回見れなくなった。あ、本当。早く見たいな。なんでリバイバルだけは見れるの？でも。なんでリバイバルは見れるんだ。VR スクエアと映像ソークはね入ってないですね。なんかこれ DMM は私なんか。知らなくて自分で入ってたんですよ、普通に入りたいなって思って。そしたらなんかそう言ったら見れるかったらしいんですけど、私知らもう入っちゃってたからもういいやと思って一生払って見てる一生払ってます、もう加入してから。そう、もういっかって思って。そうなんです。もういいよ、もうここまで来たらもういいわと思ってどこまで来たらか分かんないけど、ここまで来たらもいいかと思って見てます。ではランキングしていきたいと思います。第13位は孫悟空さんです、ありがとうございます。12位は 662BPM さんです、ありがとうございます。11位はトキピタさんです、ありがとうございます。10位は花ちゃんさんです。ありがとうございます。9位はトロさんです。ありがとうございます。8位はダライヤさんです。ありがとうございます。7位はネルプーさんです。ありがとうございます。6位はナーニャ神推しさんです。ありがとうございます。5位は矢野たけしアットマーク香織ちゃん本当かわいいなーさんです。ありがとうございます。4位はアディラッチャンさんです、ありがとうございます。3位はコマネコマニアのじいさんです、ありがとうございます。2位はジェイさんです、ありがとうございます。そして1位はユーマさんです、ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でした、ありがとうございます。次はギフトをくださった方の名前を呼びしたいと思います。ゆうまさん、黒のイコールルシルフルさん、マーボーさん、しのぶなうちさん、ウィル6番さん、たかいさん、マーチアットマークなーさん、マッシュルームチさん、バルスアットマークぴょんずさん、ヒロ16さん、はなちゃんさん、新規おやじさん、元祖ユーティーアットマーク花の昭和生まれさん、
マーボーさん、ピーちゃんさん、クリンピーさん、オッチーさん、トトさん、アティダッチャンさん、ダイチさん、ヨノタケシアットマークがおりちゃんもほんとかわいいなさん、フミオさん、コマネコマニアのじいさん、マーボーさん、ジェイさん、ポンタ428さん、中川くんさん、セアリンマルさん、シュウジさん、ハナちゃんさん、リク、アオイ、カッコリク&カンタオシさん、オクタゴンさん、フミオさん、アラヒトさん、伊藤さん、カズナリさん、北川浩二さん、ヨキリン55さん、マーチアットマークナーさん、ナーニャ神尾氏、僕対19夜 &21 当選さん、新規親父さん、中川くんさん、オノピーさん、サトジーさん、トモさん、ノンタさん、フミオさん、タカさん、トキオさん、キムリーさん、セアリンマルさん、ヒロユキさん、オノピーさん、アツシアットマークズンカオシさん、マコさんです。ギフトありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。ありがとうございます。えい。ということで、今日は夕方配信でしたが、見てくださったり、コメントくださったり、ギフトくださったりと、本当にありがとうございました。この後ゆっくりできますよって方はゆっくりして、やることある方とか頑張ってください。あと、台風とかすごい、地域によっては大変で危ないと思うので、十分気をつけてお過ごしください。気をつけてくださいね。今日も楽しかった、ありがとう。またこの後もメールとか待っててくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後に明日の占いをしたいと思います。バンドの練習頑張ってね。どうしようかな、何の話したかな今日、なんだろう。じゃあバームクーヘン、ラッキーおやつはバームクーヘンだよ。バームクーヘンを食べるか10回唱えるとラッキーになるので試してみてくださいでは皆さん、今日も本当にありがとうございました。また明日も見てくれると嬉しいです。え、今食べてる、すごすぎないですか、やば、すご。それでは皆さん、バイバーイ。今日もありがとうございました。また見てください。バイバーイ。ありがとうございました。では、失礼します。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。